山崎陽一は、日本の歯科医師、歯学者。鹿児島大学大学院医師学、総合研究科健康科学専攻発生発達、生育学講座小児歯科学分野教授。日本小児歯科学会理事長。1983年九州大学卒業。1987年、九州大学大学院単位取得満期大学後、同大学にて、助手、講師を務め。 2003年より、現職1989年九州、大学手学博士博士論文は、セルスポットを応用した、科学多点運動解析システムの開発と、入試列気象にの速報滑走運動に関する、研究。AB、死学研究者、名艦2005年版監修日本史会学会、高校保健協会、東京都豊島区、2005年3月30日。 1> 第1版第1冊、350ページ。ISBN4 から896052099。AB、専門文化会、一般社団法人日本賞西歯科学会、日本歯科学会史第32巻、日本歯科学会、東京都千代田区、2013年3月、121ページ、一瞬0286から 164X。16 ABCDE、山崎陽一。 研究者。J グローバル。科学技術振興機構。2011年4月29日閲覧。博士論文書誌データベース。日本史科学会について、表記委員一覧。日本史科学会。2011年4月30日閲覧。AB。日本小西科学会専門委名簿吸収地方会。日本小西科学会。2011年4月30日閲覧。 abcd 教授履歴鹿児島大学大学院医師学総合研究科賞に歯科学分野2011年4月30日閲覧小6第36回学術大会日本学高校機能学会雑誌第13巻第1号日本学高校機能学会東京都千代田区2006年10月39ページ一春1340から9085 メンバー紹介、子ども医療ネットワーク、2011年4月30日閲覧、ありがとうございます。